アベリサウルス科は、ケラトサウルス下木に属する、獣脚類恐竜の分類群の一つ。アベリサウルス科は、白亜紀の間、南の超大陸ゴンドワナ大陸に生息していた。そして今日、彼らの化石は、アフリカ大陸、南米、インド及び、マダガスカルにおいて、一般的である。管理した葉も、ポルトガルの後期ジュラキュから報告されている。そして、 ヨーロッパのアベリサウルス科の存在はフランスのジュラキのアルコベナトルで確認された。アベリサウルス科の化石記録上の最初の出現はジュラキ中期初期であった。そして6600万年前の中世代の終わりまで少なくとも2つの属が生き残っていた。一般的に白亜紀末の南半球の支配者として認知されているが一部の地域では 陸生は二類に支配権を奪われていた可能性がある。多くの獣脚類のように、アベリサウルス類は、動物植生の二足歩行動物だった。彼らはふと短い前足及び溝や、穴だらけの頭骨によって特徴付けられる。カルノタウルスに代表されるような多くのアベリサウルス類は、前肢が痕跡程度で、頭骨は、より短く、目の上に、骨質の突起が伸びる。 ほとんどの基地のアベリサウルス類は全長が5から9メートルの間である。アフリカ、ケニアのトゥルカナ北部で発見された未命名の新種は全長11から12メートルになる可能性がある。よく知られるようになる以前、アベリサウルス類の断片的な化石は南米のティラノサウルス類とご同定されることがあった。マジュンガサウルスやビアベナトルをおもとに脳や 内耳の研究が進められている。パタゴニアからは、アベリサウルス科の足跡化石が見つかっている。それによると彼らには一定の社会性があった、可能性がある。5族のアベリサウルス類のサイズ比較。カルノタウルス、エクリクシナトサウルス、スコルピオベナトル、アウカサウルス、マジュンガサウルスアベリサウルス類の後足は、典型的なケラトサウルス類のそれで、 側根骨と小骨は互いに融合し、頸骨とも融合して、すね側根骨となっている。頸骨は大腿骨よりも短く、甲子をずんぐりさせている。足には三本の機能子と設置しない第一子がある。アベリサウルスの頭骨また、頭骨のプロポーションは多様である。アベリサウルス類の頭骨は、一般的にとても高く短い。例えば、 カルノタウルスでは高さと長さが同じくらいである。前上肋骨がとても高いので、興奮が鈍く、多くの他の住脚類のように先細りになっていない。2種類の頭骨要素、涙骨と五眼下骨は眼下の前後から突出し、ほぼ2つの区画に分かれている。眼球は上部の区画に位置し、カルノタウルスではわずかに外側に傾いており、 おそらくある程度の両目視野を提供していた。涙骨と全眼下骨も眼下状で合わさり、目の上に重機、または角を形成した。頭骨の広範囲にわたって多くの長い溝や穴や突起が見られる。他のケラトサウルス類のように全頭骨が融合している。カルノタウルス赤は一般的に骨質の突起を頭骨に有する。カルノタウルスは 目の上に外側に伸びる一体の角を持つ。それと、近縁なアウカサウルスも同じ部分により小さな突起を持つ。マジュンガサウルスとラジャサウルスは頭頂部に一つの角、またはドームを備える。これらの構造物は、原生動物の角のように、種の認識改革のためのディスプレイだったと考えられている。アルコベナトルは、五眼下骨の背側に、頭骨の高さより厚く。 上に立ち上がる、シワのある頑丈な骨の隆起を持つ。おそらく、このシワだらけの目の上の峰は、生体では、ケラチンか、鱗に覆われたディスプレイ用の構造だった。カルノタウルスの前肢、アベリサウルス類の前足に関する情報は、エオアベリサウルス、アウカサウルス、カルノタウルス、および、マジュンガサウルスから知られており、それが、体格器官だったことが伺える。 前腕の骨は極端に短く、上腕骨に対して、カルノタウルスは25%、アウカサウルスは33%の長さしかない。腕全体はまっすぐに固定されていて、肘は動かすことができなかった。典型的なケラトサウルス類のように、アベリサウルス類の前足は4本指であるが、類似点はそれしかない。 手根骨は存在せず、中手骨が直接前腕部についている。第1と第4子には、子骨がなく、第2と第3子には、第2子骨だけがある。外側の指は極端に短く、可動性はない。エオアベリサウルスの抹節骨は、非常に小さく、カルノタウルス赤では存在しない。ノアサウルスやケラトサウルスのようなより、原始的な親戚では、 より長く可動性のある腕があり、指と爪もある。古生物学者、アレクサンダー・バルガスは、このグループ内の前足の進化の主な理由は、全種の発達を調整する二つの遺伝子、ホクサ11とホクスト11の機能喪失、つまり遺伝子的欠陥であると示唆した。アベリサウルスのイラストレーションがアベリサウルス浄化は、白亜紀における典型的な生物群衆とみなされるが、 最初期のアベリサウルス類化石は、ジュラキ中期のアルゼンチンから知られており、その時期マダガスカルにも生息していた可能性もある。アベリサウルス類の可能性がある化石は、タンザニアの後期ジュラキのテンダグル層でも発見されている。アベリサウルス類化石は主に、コンドアナ大陸を成していた南半球から知られる。1八十五年に記載された時は、カルナタウルスと、 アベリサウルスだけが知られていた。どちらも白亜紀後期の南米のものである。アベリサウルス類は白亜紀後期にはインドとマダガスカルにも分布していた。インドとマダガスカルは白亜紀においては近くに接していた。アフリカ大陸からアベリサウルス類が見つからないことは約1億年前にゴンドワナからアフリカが分離した後に、 アベリサウルス類が進化したことを示していると考えられていたが、ルゴプスやその他のアベリサウルス類の化石が白亜紀中頃のアフリカから発見されたことにより、その仮説は否定された。白亜紀中頃のアベリサウルス類は今日、南米からよく知られており、このグループがゴンドワナ大陸の分裂前に存在していたことを示唆している。2014年、 フランス南部で見つかったアルコベナトルが記載され、ヨーロッパ初のアベリサウルス類の存在の明確な証拠となった。アルコベナトルは、マダガスカルのマジュンガサウルス及び、インドのアベリサウルス類に非常に類似しているが、南米のアベリサウルス類とは似ていない。アルコベナトル、マジュンガサウルス、そして、インドのアベリサウルス類は新たなる、クレードマジュンガサウルス赤を構成した。 カルノタウルスの復元図古生物学者、ホセ・ボナパルテド・フェルナンドのバスは1985年にアベリサウルスを記載する際にアベリサウルス化を命名した。その名称はアベリサウルスを発見したロベルト・アベルへの懸命と古代ギリシャ語でトカゲを意味する単語を組み合わせたものである。アベリサウルス化はケラトサウリアとアベリサウルス浄化の回分類群である。アベリサウルス浄化には ノアサウルス化も内包される。系統分類学にはいくつかの定義がある。もともとは、アベリサウルスとカルノタウルスの細菌共通祖先と、そのすべての子孫を含むノードベースの分類群として定義されていた。後に、それは、ノアサウルスよりもアベリサウルスに近縁なすべての動物を含むステムベースのタクソンとして再定義された。ノードベースの定義には、アベリサウルスよりも、 基盤的であると考えられているルゴプスや、イロケレシアなどの動物は含まれず、ステムベースの定義にはそれらが含まれる。アベリサウルス科の中には、サブグループ、カルノタウルスカとマジュンガサウルスカがあり、カルノタウルスカ内で、カルノタウルスとアウカサウルスは、カルノタウルス族に統合される。カルノタウルスの骨格図、アベリサウルス類の完全な骨格は、 カルノタウルスやアウカサウルスのような最も派生的なものでのみ記載されており、グループ全体の骨格の特徴を定義づけることをより困難にしている。ただし、ほとんどは少なくともいくつかの頭骨から知られているため、基地の共有形質は主に頭骨から得られる。多くのアベリサウルス類の頭骨の特徴は、カルカロドントサウルス類と共通している。これらの共通の特徴は、 南アメリカでアベリサウルス類がカルカロドントサウルス類にとって変わったように思われるということとともに二つのグループに系統関係があるという示唆をもたらした。しかしながらそのような関係を示唆する発見はこれまでになされていない。頭骨を除けばアベリサウルス類とカルカロドノサウルス類は非常に異なっておりむしろアベリサウルス類はケラトサウルスに カルカロドントサウルス類はアロサウルスに似ている。マジュンガサウルスの基地の要素以下のクラドグラムは2014年のトルトーサラによるものである。イロケレシアはもともとアベリサウルス上下の姉妹群として記載されていた。ただし、セレノは暫定的にノアサウルス類よりもアベリサウルスに近い位置に配置した。この結果は他のいくつかの分析とも合致する。したがって、 ステムベースの定義が使用される場合、イロケレシア及びルゴプスは基盤的アベリサウルス類である。ただし、アベリサウルスよりも基盤的であるため、ノードベースの定義が採用されている場合、それらはアベリサウルス科の外に位置づけられる。エクリクシナトサウルスも2004年に報告されたため、セレノの分析には含まれていなかった。しかし、 ホルヘカルボラによって行われた独立した分析は、エクリクシナトサウルスが、アベリサウルス類であることを示している。何人かの科学者は、アルゼンチンのゼノタルソサウルスとインドのコンプソスクスを、基盤的アベリサウルス類に含める。しかし他の研究者は、それらは、アベリサウルス浄化の外部に位置づけている。フランスのゲヌサウルスとタラスコサウルスもまたアベリサウルス、類と言われるが、どちらも、 断片的でありおそらく基盤的ケラトサウリアであると思われる。アベリサウルス類に近縁なエオアベリサウルスの骨格2008年のスコルピオベナトルの記載に伴って南米のアベリサウルス類にフォーカスした別の系統解析が発表された。その結果、イロケレシアを含むすべての南米のアベリサウルス類がカルノタウルス赤のサブクレードとしてグループ化され、 ブラキロストラと名付けられた。同年、サンプソンらは新しく後半なケラトサウリアの系統解析を発表した。エオアベリサウルスの説明で、これらの分析を組み合わせて10個の新しい特徴を追加された。以下のクラドグラムはその分析に基づく。ありがとうございます。